ベルスイザーハケットベルサザールハケットオーストリアの医師、博物学者である。フランス系であるとされる。スロベニアのイドリアなどで働き、スロベニア地方の地質学、植物学を研究した。青年、記事については確実ではない。多くの資料は、ブルターニュ地方のルコン家の貴族の非着室師であったと、するが、スロベニアに暮らした時代に、 信仰のあったジグムーンとゾイスに、ロシアの高官の息子であると称したが資料はない。メッスで生まれたという研究もある。ウィーンで学び、7年戦争の間は、軍医を務めた。スロベニアの鉱山都市、イドリアで医師を務めた後、リブラナで解剖学、外科学を教えた。オーストリア帝国領、各地の科学的調査で知られ、その分野は、地質学、鉱物学。 植物学、科学、民族学に及びカルスト地形の研究でも知られる。イタリア北東部からスロベニアにまたがるジュリアアルプス山脈の本格的な調査を行った最初の科学者であり、スロベニアの最高峰、トリグラウに登場した。1789年にスロベニアの地形に見られる定期的な土砂崩れについて記述し、鉱物のドロマイトの存在を認識した。 著書には4巻のオーグターグロフやカーニオリカがあり、カルニオラ地方、イストリア半島の地質、鉱物を論じた。南方スラブ人の民族学的研究の著書もある。ジグムント・ゾイス、ブラス・クーマー・ディッチ、ガブリエル・グラバー、ピーター・パーベル・グラバー、アントン・トメス・リンハートラ・啓蒙主義者が、会員のカルニオラ農学協会の事務局長を務めた。植物学の分野では、 カルニオラの鉱山植物の著書がある。トリグラフで採集した薄黄色の松虫草を、新種として、スカビオサトレンタと命名し、記載したがこれは後にセファレリアルキャンサであるとされた。セリカの種、ハカティアエピパクタスやシオガマク族の種、パディキアラレスハカティなどに、懸命されている。ハックは、植物の学名で命名者を示す場合にベルサザール、ハケットを示すのに使われる。 ありがとうございます。